ストラングラーズはイングランド出身のロックバンド。1970年代のパンクムーブメントから台頭したグループの一つ。以来、解散することなく活動している。当時のパンクスと比較して、すでにキャリアのある連達者の集団でもあり、独特の短美的とインテリジェンスな音楽性で評価を受けた。デビューオリジナルラインナップスウェーデンで生物学の研究の傍ら、 ジョニー・ソックスというバンドで活動をしていた、ヒュー・コーンウェルは、1974年に、イギリスに戻り、ジャン・ジャック・バーネル、ジェット・ブラック、デイブ・グリーン・フィールドらを誘い、ストラングラーズを結成した。後に、ヒュー・コーンウェルは、音楽に生きるよう、神の啓示を受けたと語っている。活動を開始当時は、ハードロックとプログレッシブロックが主流であり、仕事にありつきたければ、 髪を伸ばすこと、長いギターソロを弾くこと、ベルボトムを履くことを要求されるようなこともあった時代であり、ストラングラーズの過激な演奏と言動、ファッションはそれらとははっきりと異質のもので、なかなか仕事を得られなかった。しかしその非ハードロック的な皇室の攻撃性と、非プログレ的で、ラディカルな知性の混交する新規な音楽は、次第に支持を広げ、イギリス全土を股にかけて、 毎日のようにライブを行うまでになった。人気とともに、右翼団体との間に圧力を生じ、またザ・クラッシュと乱闘騒ぎを起こしたこともあった。フランス・パリ公演メジャーデビューを果たしてからは、初期4枚のアルバム、夜獣の館、ノーモア・ヒーローズ、ブラックホワイト、レイブンを UK チャートのトップ5に送り込み、代表的なパンクバンドとして、 あるいはニューウェーブの機種として、イギリスの若者に大きな影響を与えるようになった。1979年2月、初来日公演。1980年代に入ってからは、メニンブラック、ラフォリー、黒表、オーラルスカルプチャー、夢うつつとコンスタントにアルバムを発表した。これらのアルバムでは、競技で言うところのパンク的な要素は影を潜め、プログレア、アートロック、 星クロックなどからの影響を感じさせる、インテリジェンスとリリシズム、ヨーロッパ的出順と陰影に富む、内政的なアプローチが目立ち始めた。この頃から、当初のパブリックイメージとのズレからか、日本での一般的な人気は下降線をたどったが、本国イギリスでは、深い精神性と、短美的なメロディが高く評価され、ヒットチャートにも入り続けた。イギリスにおいては、 この時期以降のアルバムは、初期のアルバムよりもむしろ高い評価を受けている。1990年に、バンドとしての方向性に限界を感じた、ヒュー・コーンウェルが、テンスアルバム、10を最後に脱退。新たに、ジョン・エリスとポール・ロバーツがメンバーとして加入し、ストラングラーズ・イン・ザ・ナイト、アバウト・タイム、リトゥン・イン・レッド、コープ・デ・グレースという4枚のアルバムを発表。 フランスエル・サン・クレール公演1992年単独来日公演2007年にサマーソニック2010年にもパンク・スプリングに出演のため来日している2000年ジョン・エリスが脱退新たにバズ・ウォーンが加入2004年6年ぶりのアルバムノーフォーク・コーストを発表2006年ポール・ロバーツが脱退2007年ゼット・ブラックが 心房細動にかかっていることが報告される。長時間の移動が必要な場所での演奏では、代役にイアン・バーナードを起用。2012年、アルバム、ジャイアンツを発表。2015年、年齢的事情により、z ットブラックが事実上の降板。2019年、27年ぶりの単独来日公演を開催。2020年、長年在籍の中心メンバー。 デーブ・グリーンフィールドが心臓疾患と新型コロナウイルスの影響で死去。6月10日残されたバンドメンバーはグリーンフィールドの死の直前にストラングラーズが録音したアルバムのミキシング作業を行っていたことを発表しグリーンフィールドに敬意を表して2020年秋にファイナルツアーを行うことを発表した。2020年5月時点サポート。ありがとうございます。